カイリコウビーバーの効能の標本カイリコウ、もしくはカストリウムはビーバーの持つ効能から得られる効量である。ビーバーはオス、メスともに肛門の近くに一体の効能を持っており、効能の内部には高褐色の強い周期を持つクリーム状の分泌物が含まれている。この分泌物をイブしたり天日干しで乾燥させて粉末状にしたものがカイリコウである。 これをアルコールに溶解させて、チンクチャーとしたり、有機溶剤で抽出して、レジノイド、さらにアルコールで抽出して、アブソリュートとして使用する。ビーバーには、ヨーロッパビーバーとアメリカビーバーがいるが、どちらも同じように、カイリコウが得られる。カイリコウの使用の歴史は、蛇行、霊廟光、竜与ダレ光といった他の動物性香料に比べるとずっと新しい。 19世紀まではビーバーを毛皮を取るために捕獲する際に捕獲罠に塗る誘引剤として使用されていた。その後、香水用素材としての有用性が認められ商業取引されるようになった。レザーノートと呼ばれる比較様の香りを出すために香水に主に使用されていた。ビーバーが乱獲により著しく生息数が減少したため一時期絶滅の恐れのある 野生動植物の種の国際取引に関する条約により取引が禁止された。そのため合成香料による代替が進められ効果であることもあって使用量は少なくなっている。ヨーロッパビーバー由来の海利香とアメリカビーバー由来の海利香では若干香りの質が異なっているとされる。ヨーロッパビーバー由来のものの方が比較様の香りが強く品質的には 高いとされている。アメリカビーバー由来のものは樹脂様の香りがする。この香りの違いは、ビーバーの食性の違いによるものという説がある。毛皮を取るために捕獲されたビーバーは主にアメリカビーバーのものであったため、市場での流通量はアメリカビーバー由来のものの方が多かった。成分はクレオソール、グアンやコールなどのフェノール系化合物が特徴である。また、 カストラミンをはじめとする、キノリジジン骨格を持つ一群のアルカロイドが、含まれている。その他、トリメチルピラジンや、テトラヒドルキノキサリンなどのヘテロ方向属化合物が、含まれている。香料、食品添加剤に使用された。その他、中世の養蜂では、カイリコウを使用すると、蜂蜜が増えると信じられた。カイリコウには、抗菌物質が含まれており、 海離港を焚くことで鉢を病気や害虫から保護した可能性がある。医療としても使われた。ローマ時代では中絶のため転換の緩和に使用された。中世では頭痛、ヒステリー、政府脳症の改善に使用された。ありがとうございます。